さん事件ですビットポイントジャパンに私もお金が入っておりました額14,697円でございますこれはね何か通貨を買ったわけではなくて私がこのビットポイントジャパンのネタで喋りながらこちらのビットポイントジャパンの口座解説のバナーを、まあ、使ってですね私の動画概要欄にビットポイントジャパンで口座解説したら今ボーナスが入りましたみたいなね あんんなででをを紹介コードをつけていたんですよそれがかなりたまって私の場合はビットポイントジャパンはジャスミに変えてみました私このねジャスミーねこれからねリップルのような魅力が出てくると思うんですよリップルのようなっていうのはどういうことかっていうとリップルってずっと1円だったんですよ1円がずっと続いていてもうリップルはこのまま終わるなと思っていたんですけどもある時400円を目指してドバーンと上がったわけですよね まあ大体が140円前後で値段をつけることが多かったんですけどもこれですよすごいなと思いましたね、うん、で、えー、20円30円が随分長い時代がねリップルは続いてそれから今120円前後でしょ、うん、だからねなんか低水準でずっといるかと思ったら高いところにグッと行ってでそこで利確する人がいるから落ちてきてみたいなことを繰り返すんですけどもいわゆるちょっと狙いやすいなってやつですよね、まあ、ジャスミは あのソニーでしたっけメイドインジャパンの暗号通貨ってことでこれからますますね使われるんじゃないかなっていうところもあってまあ同じ日本人というねその理由だけでちょっと金入れてもいいかなと思ったんですけども私の場合はこ国手前のお金ではなくて紹介報酬だけで勝負しようかなと思って現在14,612円分がジャズミンに変えられてるってことでございます。 うん、今ジャスミンの価格ね17円ぐらいですから、まあ、これがね100円ぐらいになるんじゃないかなみたいなことを目指しながらほのかに蓄財してるわけですけどもねもうねこれからね紹介報酬だけで暗号資産は広げていこうかなというねそういうせこせこ戦法で私の場合はやっていこうかと思いますそれこそナミさん事件ですみたいな感じですよね 無から有を生むみたいな、うん、やっぱりこう紹介報酬で行くのがいいっすね莫大紹介が出なくても、うん、小さなトライで小さなリターンうんローリスクローリターンまあそれでいいかなと思っておりますまあもう体のがねありますんであとは本当に余剰資金を余剰資金で余剰資金に育てるみたいな感じですか いろいろと申し上げましたけどもナミさんのビットポイントジャパンにもお金が入ってるということでよかったすごいいい次元ですこれからもね暗号通貨の動画に関しましてはアフィリエイト報酬ねあの YouTube からの報酬も入ると思いますし楽しみだなと思いますね少ない金額をあちこちから集めていくみたいな感じです私も今ねはいじゃあ本日は以上ですありがとうございました